ようこそ、我が家へ、は、池井戸淳の小説である。2005年秋号から2007年東号まで、文芸誌、文芸ポストに6回にわたって掲載された後、過失修正誌刊末に、村上隆史の解説を収録して2013年7月10日に、小学館から、文庫オリジナルとして刊行された。2014年8月に、NHK ラジオ第一放送で、 ラジオドラマ化された。2015年4月に富士テレビ系でテレビドラマ化された。ある夏の日、倉田大地は会社帰りに混雑している駅のホームで割り込み乗車の男を注意した。バスを乗り継いで帰宅の途中、その男に尾行されていることに気がつく。冷や汗をかきながらも何とか巻いて帰宅するが、その翌朝から倉田家に対する必要な嫌がらせが始まった。 エスカレートする嫌がらせに、警察に被害届を出し、防犯カメラも設置する。しかし、空き巣の痕跡を見つけ、さらに盗聴器まで見つかった。一方職場では、営業部長の不正を疑ったことから、勤務先でもトラブルに巻き込まれていく。横浜市続き口が先の広北ニュータウンに今日構える。2014年8月31日から10月5日まで。 NHK ラジオ第一放送、新日曜名作座にて、全6回放送された。2015年4月13日から6月15日まで、毎週月曜日21時から21時54分に、フジテレビ系の、月9枠で放送された。主演は、相葉正樹。月9発のサスペンスタッチのホームドラマである。次回予告がなく、代わりに次週までの1週間の間、 万宣 CM を次回予告扱いとしている。倉田健太は、ごく平凡な家族と共に暮らす29歳で、出版物の想定などを手掛ける個人事務所で働いていた。自分のことを臆病者だという、彼は、ある日、仕事がうまくいかない分もあってか、電車の列に割り込もうとするニット帽をかぶった男を注意してしまう。健太は電車を降りてからの帰り道をその男に、 尾行され、その日以来、彼の家には必要な嫌がらせが続くようになる。そんな時、彼は、タウン市の記者として働くカンドリアスカという女性と出会う。彼女は、例の日に、ケンタがニット帽の男を注意した際、同じ場所に居合わせていた。ケンタが、それまでにあった嫌がらせを説明すると、彼女はそれに興味を示し、以後の倉竹への嫌がらせを、 真犯人イコールナ,ナシさんが見つかるまで取材させて欲しいと申し出る。また、健太はこの時から彼女の会社に居候するようになり、アスカも嫌がらせの調査に介入していく。ナ,ナシさんの倉田家への嫌がらせは後を絶たず、次第にエスカレートしていく。そして、ついに健太の妹、七歳は何者かによって盗まれた自分の携帯電話を通じて、リベンジポルノの被害に遭い。 テレビ会社、湾岸ンンテレビの最終面接の直前にとどめを刺される。ケンタは七子さんへの復讐心を新たにし、家のリビングに設置されている二つの盗聴器の前で、嘘の情報を流し七子さんをおびき寄せようと家族に持ちかける。そして、作戦結行の夜。ケンタと七歳が自宅で待機していたところ七子さんが現れ、七歳を七子さんからかばおうとしてケンタが、 玄関前で刺さる意識を失ってしまう。警察が捜査した結果、あの夜現れた一人目の七子さんは、七歳が通う大学の同級生、小原万里子だと判明。万里子は七歳との恋愛トラブルから彼女に嫉妬心を抱いており、彼女を探るためにリビングに仕掛けた盗聴器の情報をもとに、別の七子さんの模倣犯として嫌がらせに便乗していた。その頃、 ケンタの母、ケイコの通う陶芸教室の生徒の家で相次いで空き巣被害が報告され、警察がケイに任意同行を求める。これらはケイと同じ教室の生徒である二人目の七子さん、イコール下村タミコが関わっていた。多額の借金を抱えていたタミコも、また、楽天的で明るいケイに対し、 嫉妬心を抱いており、生徒に送った置き時計に登場機を仕掛けて、会話を定期的に登場していた、陶芸教室の講師、鳩清治を利用して、稽古を、き巣の容疑者に見せかけようとした。その一方で、中野電子部品に勤務する健太の父、太一は、同僚の西沢と共に、部長の真瀬広樹が主導する会社の数々の不正と、戦っていた。 調査の過程で中野電子部品が相模ドリルから購入したドリルの金額が不当たりになっていることが発覚し中野電子部品が約束手形を渡した企業をイーグル精密に大地が実際に足を運ぶとそこはすでに倒産していた大地は必死に会社に訴えるが社長や部下さらには銀行もマセ側につきもはや味方はいないと感づいた大地は一度は マセとの戦いを諦めるが、ナ子さんにひるまずに戦うケンタを見て、再度奮起する。最終的に、マナセが以前から関わりのある社員のいる、イーグル精密、相模ドリルと協力して、不正を行っていたことがわかる。マナセは、17年前に勤めていた会社が倒産した際に、相模ドリルに借りがあり、業績が悪化した、相模ドリルの社長に頼まれて、 中野電子部品から、相模ドリルに不正に資金を融通していた。こうして、すべてが明らかになったとき、マナセは初めて大地側に謝罪する。家の盗聴器をすべてなくしたにもかかわらず、ナシさんに、情報が漏れていることに、違和感を感じたケンタは、会社にも盗聴器が設置されていることに気づく。その犯人が、ニット帽をかぶった男イコール若崎真二であることに、気づいたケンタは、 アスカと共に赤崎の元へ向かう。赤崎は例の日にケンタが赤崎を注意した際に自分が好意を抱くアスカが自分のことを覚えていなかったこと、アスカの前でプライドを傷つけられたことを根に持ち、倉田に嫌がらせをしていた。ケンタは赤崎の嫌がらせがきっかけで倉田家に嫌がらせが続くようになり、家族全員が恐怖に怯えたのだと怒りをあらわにし、 赤崎は逮捕される。すべてが終わったかのように思われた時、アスカがケンタに赤崎への憎しみから赤崎の自転車のサドルを傷つけたと告白する。アスカは自分のせいで倉武が狙われるようになったのだと自分を責めたが、ケンタはアスカをかばう。アスカは事件についての本を完成させ、倉武に温かく迎え入れられる。そして倉武は自分たちの絆を 改めて確認する。主要人物7歳の大学陶芸教室、中野電子部品青葉銀行警察官総の他2019年8月に行われ、300人が投票に参加した、相葉正樹の歴代出演ドラマ人気ランキングでは、僕と尻尾と神楽坂や、マイガールらをしのぎ1位を獲得した。CD、ありがとうございます。